では、ハケの森97階段にね、挑戦していきます。もうね、暑くなるのはね、見えたんで、日も出てきたし、半袖になりました。頑張ります。ここにハケの説明があって、こちらにちょっと階段あるんですけど、こちらハケの森97階段でございます。元は80階段っていうねのだったらしいんですけど、9はね、もう少してからね、バリアフリーでね、階段が97で17段追加でね、出来上がったそうです。ということでね、ちょっと挑戦していきます。前も公園、こうなるんで、約60センチぐらいですかね、一階段の幅は。こっちはそんなないですけど、さあ登ってみましょう。登っていきます。数えていきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21。一旦疲れて、あ、ちょっとね、階段の種類が変わりました。今度はね、超えたいです。あ、21だよな、今の。あれは、あれ。22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34。他の話はできんわ。あと足聞いてきた。35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,40,49,50。あ、わかりやすいので、一旦。ここに一応やっぱりね、休憩所があります。あと太陽もこうやって明るいじゃん、太陽もね、ここあったかそうなんで、ちょっといろいろと分かんなかったけども、はい、ご飯食べるにもよし、休憩もよし。わあ、めちゃくちゃいいね、天気で。今50でしょ。数えながら登るの結構難しいですね。はは、息継ぎできない。もう一個の階段がそっちです。あれが9なのかな、80の方かな。まあ分からんけど、まあ、はい、51,52,53,54,55,56,57,58,59,60?61,62,63,64,65,66,67,68,69。中途半端で、次が70,71,72,73,74,75,76で、また休憩所がありまして、で、77,78,79,80,81,82,83,84,85,86。おっと、あれ、97階段、あれ96、あれ、最初の1段数忘れたっけ。ああ、これは困った。こっちが、あ、結構ついてます。ちょっとこっちで降りてみようかな。上がったところにはね、水道があります。あ、もうちょっと、あ、これ水、飲めるけど、あれですね。一本で出てくるタイプ。で、武蔵野公園聞いたって、これが、景色ですね。もうちょっと上から見れるのかと思ったけど、これが最大限のようです。いい景色ですけどね。ここからの景色は武蔵野公園と府中をね、って言われ、いや、ちょっと木多すぎるせいか、ほぼ何も見えんぞ。で、こっちはまた住宅街になります。これをね、毎日登ってる人とかね、いると思うと、はい、よく頑張ってますねっていう感じですね。で、なんかね、ブログに書いてある人みたいなね、ここら辺の看板にね、なんか痴漢注意っていうのがね、あったりしたみたいなんで、まあ夜だとね、そういうこともあるかもしれないので、本当に気をつけてください。ということで、97階段のはずが96というね、まあ、最初か最後かちょっと数え忘れたのが、まあ最初になるのかなか、途中のところ1段でちょっとずれちゃったのかなっていうところですね。で、まあ次は新ではなくね、昔の坂の方ね、旧の階段の方を下っていきたいと思います。こっちは80なんで、もう新しいのよね、楽なはずです。ということで、下っていきましょう。もうここもね、あ、そうか、喋りながらだと分かんなくなるんだった。まあ、自転車も一応通れる道となってます。ただちょっとこうなってるから、まあ、登りにくかったりするのかなっていうところです。では下っていきます。
1、これがさ2なんだね、多分1ってくれるけど1、2なんだろうな、多分それでいきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、こんな感じです。16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30で、こんな感じの葉っぱ。で、ここが31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、50、59、60。61、62、63、64、65、66、67、68、69、70。なんかさっきも1年ちょっと不安なとこあったんですけど、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80。あれ？これで80でいいのか。ね、多分。そう思うと、やっぱ最初の、芯の方も合ってますね。97、数え方の問題だ。ってことで、こちらも80ですね。まあ、こっち今下ったせいか、全然、大変じゃなかったですし、こっちの方がね、コンパクトなんで、さささっと降りれると思います。こっちの方が、そのさっき、靴でやった通り、多分60センチぐらいなんで、ちょっと多めに歩くことになるんじゃないかなと。元から97も階段あるのに。まあ、お好きな方をね、選んでください。まあ、私みたいにね、両方やるのが一番楽しいのかなと思います。まあ、体力があればね、往復往復で、いいんじゃないかなと思います。ということでね、この階段登りは、こちらで終わりになります。片道2分もあればね、登れるかなっていうところです。まあ、降りるのも数えたりしたら2分しないぐらいで行けると思います。まあ、景色もね、楽しむためにはやっぱちょっと晴れてる日プラス、まあ、このぐらいの時間の方がないいのかなと思います。まあ、夏ならもう早い時間でもいいかな。ということで、こちらで終わりになります。